まず立ち上がりです。ワンアウトランナーなしから福地が逆方向へツーベースヒットを放します。続くガイエルもセンター前、1・3塁となってバッターデントナ、ここは軽く無理をせずライトへ犠牲フライ、1点をスワローズが先制します。今日も杉内は立ち上がりの失点。一方2回の裏、ホークスはツーアウト満塁という大きなチャンス。ピッチャーは中澤、バッター福田です。その福田ですが外で変化球の前にピッチャーゴロ、倒れて3アウト、得点なりませんでしたソフトバンク。杉内は3回、この辺から乗ってまいります。荒木、青木、さらに福地、三者凡退に抑えます。スワローズの中澤は3回ワンアウトランナーなしから本田が逆方向へセンター前、すかさず本田が盗塁、これがエラーも誘ってランナー3塁、ワンアウト3塁となってバッターオーディズを迎えます。そのオーディズセンター前タイムリーツーベース、ホークスが1対1同点に追いつきました。その後4回ですが、2アウトランナー2塁1塁、打席相川を迎えます。杉内ピンチを迎えた中での変化球を逆へ、本田のダイビングキャッチ及ばず、1対1、2対1とスワローズがまた勝ち越し。ただその今度は裏、ツーアウト2、3塁で川崎チェット戦へ2点タイムリーツーベース、ホークスが逆転に成功しました。3対2。そして先ほど森脇さんで言われたこの5回、もう1回以上2回目かけたという杉内ですが、三者凡退を抑えたいという中で荒木ショートゴロ、青木三振、そして最後この福地のレフトフライ、まあ実際まさかのファインプレー、これで三者凡退に抑えたというプレーがありました。